千金。どうもさまは、オークチャンネルだー。今回なんですけども、8ラインスクラッチでございます。で、はい、今回なんですけども、こちら。はい、一応8ラインスクラッチかき氷ですね。で、これ9かき氷って書いてあるんですけど、8ラインが9回目のかき氷ですよという意味らしいです。はい、旧かき氷って商品になるかなと思ってちょっと調べたんですけど、はい。で、とにかくまあ今回ね、1等が100万円、2等が5万円、その後が1万円1200円ということで、縦横斜めなのでどこで削ってまっすぐ揃ったら足りたよーっていう風になっております。で、今回はバラ買いなんですけど、一応バラ買い6対4の割合で買わせていただいております。なので前回ちょっとね、最低保証しかなかったんで、まあ最低保証をちょっと1枚でも余ったらいいし、そのバラにしたことによって1000円が当たったりしたり1万円が当たったりしたらいいなと思ってやってる企画だと思っていただけたら幸いです。7対3はいまいちだった。だから最低保証来たらまあ勝ちかなぐらいの感じで見ていただけたら幸いでございます。では早速1000円削っていきたいと思います。作戦金。はい、でいきましょう。1枚目でございます。まずは1枚目だ。そう、1枚目結構重要ですからね。そう、出るか出ないかという、あ、やば、これ、あ、これは出るわ。これ出ます。ここ真ん中にこの真っ当なやつ来たら大体当たりなんですよ。いきます。ほら見ろ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。イエーイ、嬉しいっす。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では行きましょう。2枚目でございます。まあちょっとこのペースでいい感じに、最低保証はまあちぎっていきたいなと、取っていきたいところ。あ、これはちょっとないか。わかんないですけどね。どこ確定みたいなって、まだ法律ないんでね。一応、こことここです。この辺、ここのマットないと思うので、あるとしたら、この、うちわですね。うちわは4等ですね。いいですね。出たらいいですね。では行きます。さあ、まず真ん中だ。とりあえず真ん中に行きましょう。いや、まずこっちです。いきます。おー、やばい、追加リーチもある。追加もいいね。1万円か1000円か。これは皆さん分かってますよね。大体そうなるよね。いきます。こんのかーい。いや、分かってたでしょ。大体そうなるんですよ。そうなるんですよ。はい、残念だからね。はい。一応今のところは、1枚出たかなってとこですね。いきましょう。2枚、3枚目でございます。いきます。いやいやいや、当てたいよね。8ラインスクラッチマジで当てたいよ。あー、なるほど、このリーチ多分な、あ、やばい、3リーチじゃん。ただでもこのリーチ僕ちょっとないんじゃないかなと思ってる節があるんですよね。まあとにかくいきましょう。じゃあまずはここだ。いきます。ない、言いました。もうちょっとやりすぎじゃない、これやりすぎだと思うな。いきます。マジあかんで、これはあかん。もうちょっと出そう。せめて出してくれ、お願いします。いきます。いや、マジだよ。さらさら出して、ちょっとそうなんだ。あ、これはないでしょう。これはないでしょう。はい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 。あ、これはやばいな。多分積みっすね、これ。いきます。いや、多分ですよ。ここで多分リーチ来るんですよ。来るんだけど、多分ここ、あれですよ。これ来るよ。マットレス。いきます。読めたくない。あのね、そう、こういうのだけ、なんか当たっても仕方ないじゃん。正直。そう、そこなんだよな。今んとこまだ1枚なので、最低保証ちょっと割るかもしれないな、これね。いきます。最低保証割りたくないな。そう、そこなんですけど、まあ、ただ、最低保証を取るためにやっているわけではないんですが、ね、ちょっと来ちゃったあれです。横か、やっぱちょっとなんか、真ん中絡む感じ。真ん中が結構絡んでくるとあり得るよねっていう感じはしますね。一応下削っとくか。一応ね、はい。まあ、ないんですけどね。別にないんですけど、なんか気持ち悪いじゃん。そう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと、嫌なんだけど。いきます。ちょっと待って、これで6枚目ね。6枚目。なので、ここでちょっと出ないと苦しいところですね。いきます。まあ、残り、要は3、4枚の方で2枚ぐらい入ってりゃ、まあ、それでも勝ちっちゃ勝ちなんですけどね。そう。
いや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 、スイカか。スイカは何等だ？ 3 等ですね。1万円ですね。いきます！おら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 、あー、いくか、いけー。でしょうね。完全に分かっちゃったよね。完全に分かっちゃったよね。勘弁してほしいよね。マジか。ということは、一応6枚の方では2枚当たりだったということですね。で、残りの4枚。ここで、2枚出ないとちょっと勝負的には辛いところでございますね。いきます！まあ、当たるも8球、当たらないも8球ですから、まあでもどうなんですか？バランはちょっとね、運もあるんですよ。正直。で、結構僕、あ、これ来たか。ありがとうございます。来た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 。ありがとうございます。これで一応最低保証分いったよねって話ですね。これでね、いったよねって話です。はい。なので、あと3枚。ここで、全部出ることはないの。あったとしても、あと残り2枚か、あるかなってとこなんですけど、それでもまあ、12分に嬉しいですね。はい。いきます！そう、12分に嬉しい。ただ、そう、やっぱ、どうというか、上位当てたいんですよね。どうやった？って考えてるんですけど、やっぱ、今のところ現状は売り場で、大きいところ、大きい売り場に行くか、あとまあ、こういうバラ買いするか、まあもしくは大量買いをするかじゃないですか。これがね、むずいんですよね。だからやっぱ、言って東京なのかなと思ってるんですけどね。はい。では、スイカリーチが来ております。いきます！内輪が、あ、これは違うな。あ、これはワンチャンスあるんじゃない？あるんじゃない？スイカ。いきます！何回？そこは出せよ。そこは出してくれよ。最低保証で終わりたくないな。最低保証は、ちょっとなんか、まあ、一応勝ちっちゃ勝ちなんですけど、なんか違うでしょ。そこじゃないでしょ。そう。やっぱ男だったら1000円とかね。まず1万円とかね。出さなきゃダメ。いきます！そこっすよね、ほんと。これストレートにこう、ね、かき氷バーン並んだら1等みたいな感じになるんですけど、甘いですよね、それね。あ、やばい、これ来ちゃうな。あれだ、来たー！最強のクリア！オッケー、ちょっと嬉しいぞ、嬉しい。やった、久しぶりだな。やっぱね、73はちょっと厳しかった。73より、55ないし64だわ。55ないし64。はい。では、ここで、まあ、1枚来る可能性もあります。あるんですが、わからない。だから削る。まあ、めっちゃ普通のこと言ってる。いきます！最後頼む。いや、ここでなんかかっちょいいの出したい。あー、さっきとパターンにしとか。おいおいおい、まさかな。おいおい、ちょっと待って。ちょっと待って。マジか？ 1 万円来る？あり得る？おい。あー、なんだよ、それ。なんで真ん中はマットだっけか。マット、真ん中来たらマット。はい。で、風鈴2等と、で、多分ここだろうなって感じですね。いきます！でしょうね。それでしょうね。おそらくこれはないんです。これは絶対ありえないので、風鈴来た2等ですよ。これ来たら夢あるよね。じゃあ行っちゃいましょうか。頼むぞ、お願いします。最後1枚だ。いけー！あー！64だったら最低保証の壁壊せるね。